どうもこんにちは、平井博明です。今回はですね、硬いバンカーと柔らかいバンカー、どうやって打ち分けたらいいのっていうことについてちょっと取っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まず硬いバンカーというのはどういう原因でミスが起こるかっていうのをちょっとやってみたいと思いますけども、硬いバンカーっていうのは手前にクラブがドンと落ちます。落ちた反動で地面にクラブが弾かれて、クラブが浮いて歯でボールをカンと打ってパーンと飛んでしまうっていうことが硬いバンカーでは一番多いミスになってくると思います。でそこでどう対処したらいいかっていうのが、まずクラブのこのソール面、この幅で地面をドンって打つと衝撃が強いんです。もう丸々自分に来るので、それをどうしたらいいかというと、この面で地面をドンって捉えるっていうよりは、このヒールのこの点にするということがすごく重要なポイントになります。アドレスでちょっとやってみますね。普通常のアドレスですとこういうふうに構えてソール面が地面にベタッと全部つきますね。でこれだと先ほど言った弾かれてしまいます。ですので少し重心を落とす、もしくはハンドダウン、手の位置を下にします。そうするとヒールが下がりますよね。遠側が浮くので、このヒールの点でソールを設置する、要は接地面が少ないので弾かれる度合いももう格段に減ります。なのでちょっと重心を落としながら手を下にハンドダウンにしてもらうと、ちょっとこうアップライト気味にクラブをアドレスで構えることになるので、その感じ、このアドレスを取ってもらって、これでグリッププレッシャーは強めです。ちょっと打ってみます。そうすると地面にクラブが弾かれづらいので、ポーンと飛んでしまうってことが格段に減ります。まずこれが硬いバンカーのポイントになります。で次に柔らかいバンカー、柔らかいバンカーもめちゃくちゃ難しいです。硬いバンカーと柔らかいバンカーっていうのは、硬いバンカーの方は距離は出しやすいです。柔らかいバンカーっていうのは距離が出づらいので、飛ばすちょっと距離があるよというバンカーなんかはすごくこう打ちづらいですよね。なのでその時にどうしたらいいかっていうことなんですが、これはクラブの機能を十二分に発揮してもらう必要があるんです。それは皆さん聞いたことあると思うんですが、この後ろのバンス、このバンスという部分ですね、ここをまっすぐ構えると、まっすぐ構えると地面に対してこのバンスが平行ですよね、地面に対して。ただこれが開くと V 字に出てきますよね。この V 字に出れば出るほどバンスというのが効いてくるんです。要は船と一緒なんですね。船も船首が平らだったらもしかしたら潜っていってしまうかもしれないですね。でも船の船首って必ずこうやってなってるんで、こうやって常に水面を動ける、それと同じ原理をバンスがしてくれるんです。なので柔らかいバンカーというのはクラブが下に潜りやすいです。なのでこのフェースを少し開いてあげて、バンスの機能を使ってあげて打ってあげると、クラブが下に潜っていかないんです。なのでクラブが抜けてくれる。なので柔らかいバンカーはできればフェースを少し開いてあげて、このバンスという機能を使ってあげる。皆さんのクラブにも必ずバンスはついてます。どんなクラブにもアイアンでしたら、ウェッジアイアンでしたらバンスはついてますので、そのバンスを使ってあげるということが、柔らかいバンカーで失敗が少なくポンと出るポイントですね。この2つちょっとやってみてください。今回の動画は以上になります。